はい、じゃあ入りますよ。おはようございます。24番です。はい、行きましょう。おはようございます。今日平日ですけども、30名ぐらいかないらっしゃって、あ、パチンコに行くお客さんもいる。番長コーナー昨日やっぱり盛り上がった。あ、前日出てる台取られた。前日出てる台が取られまして、あ、これ打っちゃおう。はい、よし。前日ですね、ちょっとまあ1位の日強い日だったので、あの結構出てたんですよ。で3台あの結構もうこう設定グラフがあったんですけど、この台もよく出ております。隣が9500枚かな。この台も5000枚、魔法設定だったっぽいので、それのあれです、打ち替えです。はい、狙っていきます。頑張ります。はい、おはようございます。というわけで番長が取れましたね。一応狙い台で、ね、3台絞ってきたんですけども、まあ、前日が、ね、出てる台、ね、3台ありまして、それがまあちょっとねどれが5だったかというと、おそらく隣の9000枚出てる台がねめちゃくちゃ天狗グループしたりして、まあ、通常 BB もちろんあってというところで、おそらく隣が5だったんじゃないかなと思うんですけど、この台もですね全然可能性あって、並びで5とある、5あるかなとはちょっとまあ疑問な部分もありますが、もう1台がね逆側のカードだったんですけど、そこは取れずに、まあちょっとこの最後の1台というか、ね、3台のうちでもその隣でね打たれてるお兄さんが、動画見てますと、ね、やっぱりここ狙いに行きますよねとおっしゃっていただいて、なんかちょっとね、参考にして、ね、その台を選んでくれたというところで、ぜひ持っていただきたいね。そういう風にね、ちょっとまあ上から目線で、ね、気持ちを馳せていましたが、朝一番早く当たったのは隣のお兄さんです。頑張ってください。爆出ししてください。勝者。なんか10だったんですかね。はい、すいません。なんか無駄な話をしてたら、カウンターをね、横目で見てたら、あったんじゃん。おーらトトくん、まあ、カウンター陣70ですね。70ゲーム、ここで初弁当。やーだー、やんです。最高です。16ゲーム発展、大丈夫だよね。番長バッテンだぞ。一応当てといて。大丈夫か。怪しくねえかこれ。あるんだよな、こういうやつね。はいはい。やっぱね、16で発展しちゃあかんね。やらせでした。思わせ、はい、まあしょうがないね。誰だ。最近やっぱちゃんと中立対決を信じなきゃなってとは思ってます。しました。はい、113ゲーム対決、1分の1。いいんですよ、負けてもいいよ。なかった。やめてー。テントチャンス、いかついね、この台なかなかいかついですね。夜ですよね、まあ、119。夜とかって話じゃなかった。何になった今。はい、ありがとうございます。100円事件の解決弁当。いや、
立ち上がりですね。なんか強めに外してくるあたりがね、もうありそう。はい、ありませんでした。なんてことだ。はい、ちょっと何もなかったんですけど、これ一番熱いのここのレバーだからね。これ弁当食べてるみたいな。ないか。鼻。朝一単発。まあ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 、 80% か0かみたいな、それでいいんで。これが男さ、はい、4ゲーム。今日はあの全くどうでもいい話なんですけど、朝電車でね、あの東京駅大手町を乗り換えで使ったんですけど、やっぱビジネスマンが多いんですけどね、サラリーマンが。そんな中ですね、あのひときわ目立つ髪型の人がいて、すげえリーゼントの人が一人混じってて、ビジネスマンのね、サラリーマンの波の中で、今日番長だなって思いましたね、完全に。すげえ頭出てたんで、こんな感じ。はい、チャンス目から、はい。26ゲームの6分いいですね。なんか積もってる気がする。申し訳ありませんが、皆さん早くない？めちゃ早いんですけど、ね、6ゲームで、ね、恐竜まで来た。15発って、あれまたちょっと微妙な朝一のデジャブ。やばくない？大丈夫なの？大丈夫なのこれ。持ち球ない。持ち球がありません。追加投手5本目。やるよね。今日すごいね。すごいや。恐竜フェイク多めの基盤になっちゃってます今日。なかなかですわ。やっぱ早めの恐竜ガセるよね本当に。あれカウンター7でちゃんと取ってくれて。87ゲーム。わあ。えい。トップ君は取った。トップ君で取った。取ったね。91ゲーム。ちょっとね、すごいわ。トップ君めっちゃ多いし。今のところ恐竜ガセも2回来てるし、オカルトですけど、恐竜ガセ出る台、いい台。14ゲーム8点。あれ大丈夫です。お、隣も樹海予告。お見事よかった。やってきました。はい、110ゲーム。さあ強い。カウンターで普通にボコボコ勝っちゃう。あーすごい、すごいです。何もありません。なんてこと。戦闘レバーオン。
ループ取った1個2回目で、ループでございます。頑張ろう。むずいんです。さあ、ギループ1個あってからの、うわ激アツ、ベント外れて、いやー来ちゃった、ドン、よっしゃうまし、助かりました。3日目到達したらこっちのもんですね。やります。あーなんもねー、なんてことだ、もう大事すらないんですけど、危険です、危険です。いやー219、厳しい台だ、ちょっとやれない、今日もね、今日も引き続きやれないです。カウンター対決なかった、もう282ゲームまた当てます。よっ、マジゲリアンだ、こいつはどうだ、うわ、何も言ってないのにそっとつくんです。12、さあ絶対来るんですけど、絶対恐竜来る回、第1番これ15ゲーム今日こればっかや、俺の歴史にまた1ページ、カウンター50キロ対決で子役引いてないんですけど、ねえ、モテるんちゃいますん、これはやばい、300ゲームハマったけど、ハマったけど、いいハマり、いいハマりというか内容悪くない、設定を感じる、この台には本当に隣もありそうだけど、まさかの前日から、あー下からショート、うーうー、マンモスレピー、天国ですかね、絶頂があると思います。なかった、うん、まあ次のお楽しみです。まあな、ないな、えげえげ、はい、チェリー1個引いてたやろ、ありません、はい、カウンター13、なんかください、よっ、無理、うわー、ダメだった、相手すら取らない、もう、もう待って、うわー、きつい、
300枚。うわー、おっつ、降格。はい、さあチャンス目から938。いやーちょっと良さそうだったけどどうなんだろうな。ちょっと周りの状況的にもちょっと怪しくなってきた。もう絶頂が3台出てる。あれ、オーケー、助かった。956、ちょっと、あラスト、いやチェリーで対決はどう？来い、ねえ、いらねえ、1、やめて、3本やめて、うわー、115枚、飛ぶぞ。ここに来て単発は飛ぶぞ。カウンター28。何も言ってない。何も言ってないけどまた即特訓よ。なんか強制的な力を感じる。34ゲーム。12ゲーム8点。そういうことか。ボーナス。何回ちょっと強制的すぎる。これ初当たり調整きたな。高設定の調整の仕方だ。あった、オッケー、センキュー。ここぶっ放していこう、絶頂、これ当たったら2回目だからな、まあ、まだ全然わかんないけど。いや今のところね、五挙動ではあるのよ。あー勝てないやつか。うわー勝ってるやつか。何で MB、 いいの黒。 Thank you。 でチャンス目引いて、あー 4ゲーム、あー絶頂ある、絶頂あるぞ。ボーナス2回目ありません。はい、ベルが13個でカウンター20。さあちょっと、ね、ここ連チャン早速、それしかない生きる道。燃えとけ、うわー、すごいか、よっしゃ、ようやく勝った。
今日初ストック、やったぜ。とりあえず1個ね。はい、はい、行くぜ。本当に対決本当にダメで、ここからでも噛み合ってくるんじゃない、そういうもんでしょ。強くなっちゃったよね、あんだけ負けてたから。まあコツコツ勝ってこう。あう、いや今途中から色変わりました。気持ちいい。で、ループはどう？ない。ないか。しかし2個。ナイスクス。さあ、取る。うわ、白ナビ。熱っ。5ゲーム8点まだら、やります、頼む。よっしゃー、一発当てる、ならない、目惜しい、ガプリオットのベル、くそー、反発ねー、めっちゃない、夕日演出ね。はい、あ、待てよ、28からだったよね。え、8ゲーム目、え、マジで取った、絶頂まであるぞこれ、可能性やばい、もらったろ、ついに鏡で、これでボタンで鏡もあるから、鏡ボタンねえや、レバーかないか、はい、まあでも勝ってる、爪なし、あ、今激アツだったけどな、あー、なんもなかった、なんてこったです、マジで。終わったよ、5個1点315枚、投資が1400、まあ、弱なんですけど、トントンまで戻った、はい、うわー、長時間かけて今プラマイゼロまで戻した。負けた、あー、シェリーペック33ゲーム、これでやっぱ連チャンさせる方が簡単なんですよね、はい、38ゲーム簡単、ビッグで頼むぞ、ビッグで、ナイスビッグです、まくったかもしれない、流そう、流してみます、こんばんは、肉まん係長です。
さて、実戦が終了いたしました。今日の実戦はですね、非常に何とも言えない煮え切らない感じになってしまいまして、なんかヒーヒー言ったりキャーキャー言ったりね、するつもりだったんですけども、なんか淡々と打って、そこそこな展開でみたいな一日になってしまいましたが、はい、これはまあしょうがないですよね、あるあるだと思います。はい、はい、というわけで、ジャグラーの方が、780枚ぐらい流しましてですね、結局総投資が1316枚、回収が1344枚ということで、なんとプラス28枚で終了しました。はい、まあ、ちょっとこれは本当せこいですけど、ジャグラー最後ね回さないでやめるという、ね、100ゲーム回すんってお前言ってなかったかという視聴者さんも多いかもしれないですが、100回しませんね、あれはね本当にいい波取っちゃったと思うんで、はい、あそこでやめて、で今ちょっと確認したら、まあ、ちょっとすみませんハマっちゃってるというところなので、まあ本当に、連チャン、ね、して満足したらやめて、ね、プラスにこだわってね、行くのがこのガチベリという番組だと思いますので、ちょっと今日は良かったかなと思います。はい、というわけで、ちょっとね本当に見応えがなくて、この動画流れるのかどうかちょっと審議ですがね、まあこんな感じで他の機種ね移動しても全然立ち回れるという状況になってきましたんで、ちょっとよかったら本当いろんな方に挑戦していただきたいですし、なんならちょっと今日打ってて思ったのが、もう朝からやっぱりジャグラーでね満台にしたいなっていう気持ちにはなりましたね。なんか本当に最近ジャグラー楽しいね。番長はもう他の台めちゃくちゃ出てたんであれですけど、番長も良かったですけど、ジャグラーも良かったというところです。はい、というわけで、今日は、動画を見て来てくださったという方もいらっしゃってですね、その方ちょっとダメだったかもしれないんですが、また、ぜひ、ね、遊びに来てください。今日番長はですね、絶頂が3台と、フリーズが2台と、ね、通常 BB ポコポコという感じなので、ね、どちらでも狙えると思います。はい、というわけで、何もなかった日はちょっと最後のコメント長めということになります。はい、以上です。またご覧いただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。